はい、皆さんこんにちは。今回プレイするのは Life After the Living というね、ゾンビサバイバルゲームになります。これはね、多少アクション要素がね強いゲームですね。早速やっていきたいと思います。プレイ、お、ここはガレージか、自分のガレージかな。持ち物何も持ってないですね。バックパックで、左下に書いてあるのが私の詳細なステータスですね。一番左の十字架が体力、空腹、喉の渇き、スタミナ、あとはこれなんでしょうね、筋肉もりもり、次が睡眠、そして、ライトのバッテリーかな、そしてプロテクション、そんな感じですかね。非常に、おほ、ステータスとしては多い方ですよね。おー、びっくりした。アモか。アモゲットしたよ。なんかいっぱいゲットしてる。これは何？とにかく一通りの最低限のものを持っとくって感じかな。これはアックスですね。で、これはサイダー。飲料水。今のところ、健康は大丈夫そうだね。で、こうやると、アックスか。で、これで、ショットガンってことかな。出ていきましょう。さあ、怖いね。特に誰もいなさそうだね。で、こうジャーナルをね、見るとね、いろいろ、ゾンビを25キルすると、経験値が250ポイントね、溜まるよとかね、いろんな条件がね、アンロックの対象になってるみたい。この経験値がどんだけの意味があるのかっていうのはちょっとわからないんだけどね。うん、まあだから結構倒してったりしていくのかな。あとこれが、操作方法ですね。いわゆる一般的なアクションの操作方法だと思いますね。さあ、特にアイテムもなければ行ってみましょうか。うん、車乗れるの？乗れない。結構ね、このゲームはまだアーリー段階っぽいですね。いけないね、ここも。ここは一本道な感じでしょうか。お、ゾンビが出てきた。奥の方ですね。倒してみましょうか。おいっしょー、おいっしょー。うん、いないね。お、いた。おいっしょー、結構。おいおわ。ショットガンってこんな早く撃てんだっけ？おっと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 。結構、ゾンビの量は多そうなゲームですね。もう一発で、うわ、この量すごくない？うわ、これ、怖い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 、なんか。弾の数も結構ありそうだし。やっつけちゃおうか、全部。ね。おいっしょー。みんな挙動が一緒になってる。ここら辺がまだアーリー、アーリーしてますね。うん。特に何もないかな？近くに行くと、アイテムがあるとね、矢印が。蛍光緑色のね、緑の蛍光色で、矢印が出てくる親切設計になってますね、このゲーム。喉が渇いたな、ちょっと。飲んでみようか。コーラでも飲んでみようか。ね。これで15ポイントね、喉の渇きが、回復するのと、あと、スタミナも回復するようですね、コーラを。あそこにいるぞ。なんか漏電してんの？こっち行ってみようか。どっち行く？うわ、めちゃくちゃいるよ。よいしょ。結構いるね。あと、結構リアルだね、このゲーム。挙動はダメだけど。おっと、なんか怖い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 。こんだけ量がいると怖い。お、アイテムがあるぞ。うん。どけ！体当たりしちゃった。お、なんか。あれ？アイテムどこ行った？向こう行った？まあいいや。こっち行くか。ね。こっちもなんかあるっぽいけど、発砲下がりになるの怖いから、こっち行こうか。走ろうか。これは何？ショットガンシェル。やった。またさらにショットガンゲットですね。9ミリもあるんだ。でもピストルがまだないのかな？特にない？ゾンビいないぞ。イージーモードか？
違うのか、ここはたまたまいないだけなのか、なんかいそう。これは、これは何、あ、銃見つけた。変えられない。どうやって変えるんだろう。まあいいや、こっちの方が。おお、びっくりした。アパートを見つけた。経験値1000。ダーティーウォーター。そうか、ウォーター。水飲もう、水。目の前から出てきたな。これは何？多分普通の水。ね。あー、だ。ちょっと、そうそう、おーっと。うわ。え、すんごい出てきたんだけど。ちょっと待って。おう、ちょっと待って。いけなく、ねえ。囲まれちゃうぞ。もう皆殺しだ、これ。おら。よいしょ。上にもいるのか。上にもいる。結構いる。こんなゾンビ出せるんだね。すごいね。ジュースボックス。アップル。向こう側も取るか。囲まれちゃうとやばいね、このゲーム。プロジェクトゾンボイドみたいな感じかな。え、走ってきた。おお、走ってきた。ちょ。マジかよ。お、なんだ。おお、なんだ。やばい。ちょっと待って。お、ちょ。どう。すごい。おお、あ。なんで走ってきたん。夜になったら走るとかでもない。急にみんな走れるんだ。これめちゃくちゃ難しいゲームじゃないかな。はい。今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。まさかこんな死に方すると思いませんでしたね。はい。面白いなって思う方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。